さあ、マキボーちゃんもいますが、準決勝戦公開枠番抽選会まもなく。今まで何度も私は優勝戦の枠番抽選会、枠番選択会は見てきました。32名の抽選を繰り広げるというのは今まで見たことがありません。1レースずつ選手登場ということで、9レースに出場の8選手が入場いたします。さあ選手がやってくるということで、お迎えください、皆さんご注目ください。荒尾、佐藤、新井、池田、鈴木、香谷、田中、そして藤波、この順で抽選です。続いて先行順位2位、佐藤隆也選手。先行順位3位、新井啓太選手。先行順位4位、池田正和選手。先行順位5位、鈴木清選手。先行順位6位、加賀谷武明選手。先行順位7位、田中聡選手。先行順位8位、藤波直也選手。それではですね、カラーボールを抽選箱の中に入れます。さあこれから枠番抽選が始まるということになります。今カラーボールが抽選箱の中に入れられました。さあそれでは運命の枠番抽選です。9レースの先行順位1位、荒尾聡選手から抽選箱からカラーボールを引いてください。お願いします。さあまずは荒尾選手です。7号車。はい、荒尾選手、オレンジのカラーボール、ね、7枠です。さあ続いて先行順位2位、佐藤隆也選手お願いします。なんか1とか引くんですかね、佐藤隆也選手。4。好きそうな枠を。佐藤隆也選手、4枠です。佐々木啓太選手、今日2枠から行きましたね。お願いします。これ表情出しちゃいけないんですかね。なんか8。荒井啓太選手。8枠です。続いていきましょう。池田正和選手お願いします。2号車。池田正和選手2枠です。では鈴木清選手お願いします。地元の鈴木選手は5号車です。鈴木清選手5枠です。続いて加賀谷武明選手お願いします。いや加賀谷選手今回チャンスですからね。イベントホールが盛り上がりました。続いて田中聡選手お願いいたします。はい、3号車。言い訳聞きました。あとは6号車が残っている、ということになりますね。藤波直也選手お願いいたします。はい、はい、ということで緑のカラーボール6枠です。まず一つ目の準決勝のメンバー決まりましたね。選手の皆様の枠番決定いたしましたので、続いてフォトセッションを行います。ちょうど今選手は上手から1枠から上手に、その枠番が瞬時に作られましたね。すごいですね。巻き棒を挟んで並んでください。そして皆さん移動して、その私が立ってる方が下手でございますので、8枠の選手は私の方にお願いします。そうですね、4枠と5枠の間に巻き棒を挟んでいただきまして、 V 字でお願いいたします。これを4回行う、ということになりますね。では選手の皆様、巻き場をまずは左側のお客様に目線をお願いいたします。カラーボールを見せた状態で選手の皆様お願いいたします。ガッツポーズも出ていましたから、本人とすればベストの爆弾だったのかもしれませんね。スタート自信あればいけますから。板橋さんから見ていかがですか、この抽選結果。選手の皆様、目線をお願いいたします。1枠2枠あたりはね、やはり勝負どころですからね。はい、チャンスはあると思うんですよね。あと荒尾選手が7枠になったというところ、まあ、荒尾選手はそんなにね気にしてませんからね。枠いつもね気にしないですよね、どこでも一緒っていう話よくされてますね。はい、いやこうなると加賀選手がスタートいけるのかどうかっていうのが、そうですね、遅れると大変ですからね。でも今回の動きは言ってしまえば、はい、
そう簡単に抜かれる感じじゃないですよね。はい、いいですよね。上選手昨日はスタートいけなくてそれでも追い上げていきましたからね。皆様、枠番順に上手からお並びください。8枠の選手は私側となります。8枠の私が下手側ですね。はい、改めて枠番通りに整列をした8人の選手です。それでは選手の退場でございます。皆さん、一つ目の準決勝9レースのメンバー枠番が決まりました。1号車加賀谷武明、2号車池田正和、3号車田中聡、4号車佐藤隆也、5号車鈴木清、6号車藤波直也、7号車荒尾聡、そして8号車新井啓太という8人になりました。板橋さん、二重丸つけるならどの選手ですか？そうですね、ちょっと待ってください。今節はオッズパーク入ってるので巻きバーンをゲストとして先行しそうなの加賀谷選手、うん、それから荒尾選手もね、スタートは決めそうですね。そうですね、はい、佐藤高谷選手ですか、うん、続きまして、そういったところも人気になりそうですね。さあ、続いて10レースの選手の登場です。第10レースの中の先行順位1位、青山周平選手。続いて先行順位2位、金子大輔選手。先行順位3位、浦田慎介選手。先行順位4位、伊藤信夫選手。先行順位5位、松尾博文選手。先行順位6位、佐藤裕二選手。先行順位7位、五十嵐和夫選手。先行順位8位、佐藤麻也選手。さあ、10レースの選手が揃いました。それではカラーボールを抽選箱の中に入れます。さあ、一つ一つのボールが選手が登場しました。2つ目の準決勝10レースの抽選会です。まえちゃんという声が飛んでましたけどもね。お待たせいたしました。それでは運命の枠番抽選です。先行順位1位、青山周平選手からお願いいたします。さあ、まず青山選手です。なんと8枠、ピンク、ついね、青山選手8枠です。ペンを仰ぐあげるって続いていきましょう。金子選手、お願いします。さあ、金子選手が何枠を引くのか。1です。白1枠です上げないですよね。さあ、大内と大外がなくなりました。続いていきましょう。さあ、両サイドが埋まりました。浦田選手、お願いします。浦田選手1が欲しかったでしょうね。黄色5枠です。続いていきましょう。もうちょっと内が欲しいって感じてましたね。伊藤信夫選手は 2,3 あたりが欲しいでしょうね。緑6枠です。なかなかその通りいかないですね。続いて松尾博文選手、お願いします。お、3枠、うん、赤です。3枠です。さあ、続いていきましょう。佐藤裕二選手、お願いします。まだ内残ってますからね。そうですね、7枠、ちょっと苦い表情、苦笑いという佐藤裕二選手です。続いて五十嵐和夫選手、お願いします。2位4というところ残ってますか ね、うん、ね、五十嵐選手2枠です。さあ、では佐藤麻也選手、お願いします。最後に、うん、4枠残ってますからね。残りましたね。青4枠です、うん、はい、ということで。さあ、それでは続きましてフォトセッションに移りたいと思います。10レースの枠番が決まりました。選手の皆様、スクリーンに映し出されているのがこの10レースの枠番ということになりました。順番に V 字に並んでいただきまして、1号車金子大輔、2号車五十嵐和夫、3号車松尾博文、4号車佐藤麻也、5号車浦田慎介、6号車伊藤信夫、7号車佐藤裕二、8号車青山周平。これ、板橋さん、はい、青山選手が例えば3とか4にいれば、選手の皆さん、
もうそれこそ金子選手と青山選手で相当人気集まると思いますが、はい、8になりましたからね。聞いた時はね渋い顔してましたけど、一番最初にねボールを引く権利があって8位でしたから、ちょっとがっくしきちゃったのかもしれないですね。これ金子選手はいいわけですね、はい、いいですね、主役チャンスですね。でも佐藤真弥選手もいい表情してますね。申し訳ございません、ご配慮いただきますようお願いいたします。そして浦田選手、うん、はい、よろしいでしょうか。では最後に右側のお客様に選手の皆様、佐藤裕二選手もできればもう少しうちの枠が、ね、欲しかったかもしれませんけどもね、7、2、4で残っていて7が、うん、はい、よろしいでしょうか、ね、以上でフォトセッション終了となります。それでは選手の皆様、枠番順にお並びください。さあ改めて8枠の選手はこちら側となります。枠番通りに並び替えます。はい、第10レースはご覧の枠番で争われます。ぜひご期待ください。それでは選手の退場です。大きな拍手でお送りください。はい、ということで10レースはご覧の枠番ということになりました。はい、玉さん、この10レースはいかがでしょう。さあ、第10レース、そうですね。やはり1枠を引いた金子大輔選手がね、チャンスになりましたね。うん、早速始めて。いい枠に入った松尾選手は、うん、隣が佐藤真弥選手になりましたから、あ、そうですね、スタートを本当に遅れるわけにはいかないというところですよ ね、うん、ね、はい、さあ今度は3つ目の11レースになります。選手の登場です。お呼びいたします。11レースの中の先行順位1、永井大輔選手。皆様、たくさんのお客様いらっしゃっておりますので、押し合ったりしないようお気をつけください。続いて先行順位2位、高橋貢選手。先行順位3位、若井智和選手。先行順位4位、篠原敦史選手。先行順位5位、金貝翔平選手。先行順位6位、岩田博臣選手。先行順位7位、鈴木博一選手。先行順位8位、西村雄太郎選手。それではこの11レースもカラーボールを抽選箱の中に入れてまいります。11レースのメンバー8人が登場しました。ここは永井選手が最初にくじを引くということになります。抽選箱の中に入れられております。さあ、すべて入れ終わりまして、少し振ってからの永井選手、やっぱり1でしょうね、欲しいのは。そうでしょうね。でも広勝選手がいるんですね。ここ枠番抽選です。広勝選手、まずは先行順位、あえてこう6とか取っておくとかね、永井選手。まあ、そう考えてもくじ次第ですからね。あ、手を叩きました。ああ、そうなりました。8という2レース連続して真っ先に8が引かれました。青山選手と同じようにしましたね。高橋光選手、お願いします。さあ、高橋選手200位達成しました。4枠、4枠です。まだ1枠残っております。続いて若井智和選手、お願いします。5枠です。続いて篠原選手、お願いします。2黒喜んでます。2枠です、うん、では金貝翔平選手、お願いします。まだ1、3残ってますからね。しかも7も残ってます。3枠ということは3枠です、うん、残り3人で、では岩田博臣選手、お願いします。1、6、7を巡る争い、うん、6ということはもしかしたら1か7、鈴木弘和選手が何を引くか。永井選手、興味津々です。7、オレンジ7枠です。これ永井選手の表情見たいですね。そして最後に残りましたのは西村選手、お引きください。やったーっていうね。はい、西村雄太郎選手、引くがありましたね。1枠です。さあ、
それでは11レースのメンバーのフォトセッションを行ってまいります。これ板橋さん、はい、長井選手最初8で険しい表情でしたが、的なりが鈴木浩和選手になりましたから、そうですね、そうすると結構乗ってきますからね、ありますよね。私の方がで、しかもこう岩田博美選手もいますから、はい、外のスタートは内側の選手にとっては非常に脅威に感じるんではないですかね。カラーボールを見せた状態で写真撮影お願いいたします。選手の皆様、それではまずは左側のお客様に目線をお願いします。西村隆太郎、篠原敦、金貝翔平、高橋光雄、若井智和、岩田博美、はい、さらには鈴木博和、永井大輔というバック番に決まりました。では続きまして、選手の皆様、中央のお客様に目線をお願いいたします。そうですね、まあ、どこがいい悪いはないですけど、うん、オープン戦は1をね、やっぱり皆さんが欲しがってるということを考えたらば、うん、8番くじでそれを引けたんですからね。高橋光雄選手の4枠いかがですか。悪くはないと思うんですけどね、あとはマシンの調整ですね。そうですね、うん、鈴木博和選手今日もトップスタートはいけませんでした、はい、最近そのスタートの出だしはそこまで目立ってませんよね。以上でフォトセッション終了と、一気に行く感じじゃないですよね、うん、では選手の皆様、改めまして枠番順に並んでください。さあ枠番通りに整列をしてということになります。それでは11レースの選手の皆様、退場となります。皆様大きな拍手でお送りください。はい、ということで11レースの枠番抽選会が終了いたしました。さあ残りは12レースということになりますね。慶一郎選手が最初に引くと、うん、一番最初にどこなんだろう、ね、さっきね2レース続けて8枠でしたからどうなるのか。荒尾選手も7枠聞いていますから、今まで7、8、8っていう外枠ばかりが埋まっている、うんうん、荒井慶太選手もね、結局先ほど3番組で8でしたからね。12レースの先行順位1位、それでは選手の登場です。鈴木慶一郎選手、続いて2位早川聖太郎選手、続いて3位中村雅人選手、先行順位4位大木光選手、先行順位5位二村飛龍選手、先行順位6位平田正隆選手、先行順位7位三浦航平選手、先行順位8位越智直久選手、さあこの12レースも抽選箱の中にカラーボールを再び入れます。さあ再び一つ一つカラーボールが抽選箱の中に入れられました。今整列をます鈴木慶一郎選手から準備が整いました。枠番を選んでいきます。まあ、選ぶというか引いていくわけですね。鈴木慶一郎選手からお願いします。さあ何枠を引くのか、おそらくできれば1を引きたいと思っているでしょうね、うん、5枠、5枠です。続いて先行順位2位早川聖太郎選手お願いします。続いて早川聖太郎選手です。白ドット開きました。イベントホール1枠です。では中村雅人選手お願いします。ブルー青です。4枠です。では大木選手お願いします。赤なんでしょうね。なんでですか。続いて二村飛龍選手お願いします。まずいまずいみたいな。黒2枠です。では平田正隆選手お願いします。平田選手オレンジ7枠です。では三浦航平選手お願いします。お緑選手最後の最後まで8が残りました、うん、そうですね。続いて落ち選手、はい、落ち選手お願いします。はい、
はい、ということで12レースのメンバーもそれぞれの枠番のボールを引きました。選手の皆様、1番早川聖太郎、2番二村飛龍、3番大木光、4番中村雅人、5番鈴木圭一郎、6番三浦航平、7番平田正隆、8番落野久。あの大木選手が3枠聞いて、あの微妙な表情は何が推測できますか？はい、やっぱりあのスタートに自信がなくて外枠からねかぶされるのが嫌なんじゃないですか、ね、あー、なるほど。圭一郎選手が行ってしまうからっていうふうに捉えてたんですかね。入れていただきましょう。では選手の皆様、左側のお客様に目線をお願いいたします。カラーボールを見せた状態でお願いいたします。今回8枠から走ってましたけど、結構いいスタート切ってましたね。そう、落ち選手って結構外枠がね、まあ、走りのスタイルからしても、はい、外からの方がお好きでしょうね。選手の皆様、続いて中央真ん中の方々に目線をお願いいたします。2枠に入りました、先日スーパースターへの道というのが行使されましたけどね、はい、山陽1位としてトライアル戦の出場が決まったようですね。なんか大木選手とかフォークボールの握りでね、はい、よろしいでしょうか。さすが。選手の皆様、最後に右側のお客様に目線をお願いいたします。いや、圭一郎選手、板橋さん、はい、まあ、納得はできないでしょう ね、 そうですね。今日の感じではこれなんとか直していかないと厳しいですよね、うん、トップスタートはいければいいでしょうね、そうですね。よろしいでしょうか。はい、ということで枠番が決まりました。以上、ここまでは準決勝の交換枠番抽選会の様子をご覧いただきました。